さて、河合澄子がですね、舞台上に上がるともう、劇場の、客席からはですね、澄子、澄子っていう声がかかるんですけども、この声をかけてた人はどうですか、ガチ恋の人だったんですかね。まあ、私はですね、いろいろ過去を調べるとですね、まあ、きっと本気の人もいただろうなと思うんです。例えば雑誌を見るとですね、当時のファンレターがたくさん載ってるんですけども、まあ、そこには本当に好きだって言いたくてしょうがないんですって言葉とかですね、もうこの手紙があの子の指に触れると思うともう手が震えるなんていうことが書かれています。あと面白いのはですね、あの雑誌、当時の雑誌にはですね、ファンによる投票企画っていうのもありました。これ雑誌にですね、投票用紙が付いてるんですけども、まあ、それで投票するんですが、ファンの中にはですね、一人で雑誌何冊も買い込んで100票も200票も入れる人がいたというふうに言われています。まあ、そういうのはね、やっぱり本気で好きだった人がいたんだな。まさにですね、100年前から日本はまあアイドルの国だったんだなというふうに私なんかは思ってます。さて、そのまさに浅草オペラのですね、象徴するこの掛け声というのはですね、ぜひ二幕の方では皆さんとやっていただきたいなと思ってます。そうですね、ちょうどですね、今掛け声の話が出たところだったので、ちょっと手が早いかなと思ってしまいますね。ちょうどお声をいただいてほっとしているところなんですけども、皆さん元気ですか？パッと見るとですね、皆さんお若いですよ。元気ですか？ちょっと掛け声の前にですね、声を出していただいて、ちょっと元気ですか？元気じゃないじゃないですか。全然元気じゃないです。これじゃあ掛け声じゃなくてなんかお葬式かなとかね、なっちゃう。もう一度言いますよ、ね、元気ですかって言ったら元気ですとか、おうとか、どちらでもいいんで、ちょっとね、声を出すと長生きしますから、ね、こう見てますと、皆さんね、生命線が裏までありそうな感じで、もう一度いいですか、元気ですか、いいですね、まだちょっと元気ないな、もう少しですかね、元気ですか、素晴らしいですね、手を挙げる力残ってないみたいですけどね。そうですね、そうしましたらちょっとですね、やっぱりその早見一郎さんですよね、我々の大先輩ですね。ちょうど今変な話なんですけど、今日の出演者の中で早見一郎さんを見ているのは実は僕だけです。いや、皆さん、それは皆さんのことなんじゃないですか。それはもう皆さん見てなかった。それはちょっとね、おかしい話で、皆さんはね、30代ですからね、そうすると体力操作知らないんですよね。僕はまだこんな小さな頃から体力操作のメガネをかけて、じいちゃんになったら体力操作見てました。でそこでですね、今日我々の杉ちゃんがですね、大先輩の体力操作の役をやってますので、杉ちゃん出てきました。誰が体力操作やってるか覚えてらっしゃいますか？大丈夫ですか？皆さん散歩以上歩いてないですよね。大丈夫ですね。ちょっとリキちゃんっていうのを掛け声やってみようかなと思うんですけど、せーのって言いますね。リキちゃんって言ってみます。いいですか？せーの、リキちゃん。もうちょっとかな。もうちょっと、皆さんこう思ってください。大きな声を出してリキちゃんって言ったら上から摩擦が落ちてくるんです。それを取っていただくと声が晴れるんじゃないかと思います。いきますよ。せーの、リキちゃん。次はですね、我々いつもお世話になってます、ミュージカチレストですね、社長さんですけども、佐藤千恵ちゃん、いらっしゃいますが、千恵ちゃんですね、千恵ピっていうふうに呼んでもらいたいというふうにおっしゃってましたので、これはね、もう女性ですから、千恵ピみたいなね、そんな感じでいきたいなと思うんですが、皆さん、ここはもう、あれですよ、別世界ですからね、外に出たら恥ずかしく思っても構わないんですけど、ここにいるときは恥ずかしいとかって恥も外部も全部捨ててください。いいですか？捨てられますか？大丈夫ですか？捨てられますか？はい、捨てられますか？おーいいですね。せーので CAP ですよ。いきますよ。せーの、 CAP。 OK ですね。皆さんいいですね。で次はですね、誰にしましょうか？誰にしましょうかっていうのが変なんですけど、まあ、これからですね、2幕というのはバラコンサートになるんですよ。
これはもう当時の浅草さんもそういう感じのダラコンサートみたいになったというところですか。やっぱりその日本人ですからね、日本語ですよね。あの、今日もあの当時の和訳の通りに歌ってるんですよ。これいいことですよね。だからあの心配になっちゃうんです。実はですね、何の打ち合わせもしないで話してるんですよ。はい。で、任せてくださいっていう感じでやってるんですけど、大丈夫ですか？あ、こんな感じで顔は怖いですけど、素人ですからね、僕ね。目に矢をつく自由業の方じゃないですから。皆さん、そこ本気はなところですか？上に矢のつく自由業って八百屋さんじゃないですよね。間違いないですよね。で次はですね、やっぱりその当時人気を二分した早見喜三さんといえば、でもこれやっぱりあの藤原歌劇団を作る藤原喜三さん、アポちゃん。じゃあ、そんな感じでですね、皆さん、皆さん声をかけてみてください。今のあの知恵 P とかの、ね、言ってみてくださいね。プログラムを見ていただけると、役名ありますから、見てください。そこで、なんかヒロシとかですね、はい、マホちゃんとかね、いっぱい出てきますので、見てください。今頃読んでもそれかなと思うんですけど。ではですね、ちょうどこのつなぎはですね、何だというと、みんなに何着替えてるんですよ。それをつながらせていただいたなという、そういう感じだったんですけども、それではまず、ね、いきたいと思います。もう一度最後にリキちゃんだけやってみましょうか。せーの、リキちゃん。まず、チエピーですね。せーの、チエピー。OK です。皆さん、では2部を楽しんでください。ありがとうございました。手拍子をしたりですとか、存分に楽しんでください。それでは始まります。カルメンより。